どうもボーイズ&メンの田村ゆきさんタムタムでーす。元気いっぱい頑張ります。今日はなんかお酒飲んでいいんですよね。もう最高じゃないですか。しかもなんか今日はあの素敵なゲストの方がいらっしゃるということで、ちょっと早速中に入って待ちたいと思います。レッツビール。アサヒビールの中部エリア応援大使ボイメン田村が美味しいお酒を飲みながらアーティストの素顔や本音に迫る新企画、ほろ酔い音楽堂。お邪魔したのは名古屋市中区にあるオラガ村。宮崎出身の店主が作る本場の鶏料理が自慢のお店です。一番人気は新鮮な鶏肉とミンチを使った店オリジナルの水炊きシャン鍋。宮崎料理をつまみながらの一杯、お酒とトークが進むこと間違いなしです。今回のゲストはこの方、ベリーグッドマンさんのロバーさんとモカさんです。大阪発の3人組ボーカルユニットベリーグッドマン。パワーソングと呼ばれる応援歌は多くのプロ野球選手の登場曲に使われています。今回はお酒好きの2人が結成秘話から息子の命名話までぶっちゃけちゃいます。じゃあ早速乾杯しましょう。乾杯。うまい。でもお久しぶりですよね。そうですね、2人は、うんうん、番組のライブデーとかで、はいはい、ご一緒させてもらって、うん、打ち上げもね。そうですね、当時は打ち上げであって、そこでこうしっかりお金の話を、そんなんまで、うん、なんぼ儲てんのっていう圧倒的に上やった。いやいやいや、待ってください、待ってください。田村さんに質問いいですか。はいはい、どうぞどうぞ。なぜ朝日ビール中部エリアの大使になったのかっていうのは気になる、うん、それはあかんか。いやでも大丈夫ですよね。営業の人がいて、はい、局の、うんうん、でその人と仲良くさせてもらってて、電話かかってきて、なんか今アサヒビールさんと飲んでるけどお前来るかって言われて、はいはいはい、めっちゃふっかるなんで僕、うんうん、行きまーすふっかるっていうかもう軽いな、なんかそれで2年後にお話いただきました。あ、そっから2年はあったんだ。2年、はい。関西は誰がやってるんですか。いや田村さんに作る。すごい。乾杯しましょう。乾杯。乾杯。乾杯。これご飯もいいんですか。しかも宮崎料理じゃないですか。はいはいはい。いただきます。食べてください。うん、美味しいですね。これなんか地鶏コリコリしてない。軟骨もついてんじゃん。軟骨もこれセットなんですね、多分ね。美味しいわ。いただきます。チキン南蛮。うん。うん、チキン南蛮とビール、うまいに決まっとる。すいません、待ってください。どうぞ。芸人さんじゃないですよね。今何年ぐらいの付き合いなんですか。僕らは10年ぐらいですかね。あ、うん、なんでこのベリーグッドマンにしようってなったんですか。この僕とヒレックスもう一人が中学の同級生で2人組でもやってまして、でもなかなかこう馬が合わないから別れちゃって、はいはいはい、一人でこうアコギで歌ってた時に面白いやつがいるっていうのを周りに聞いて見つけたのがこの顔が面白いやつ。顔やった。いや面白いとこ顔なんかいって思いましたけど、で路上ライブやってる姿を解散したはずのヒデックスが見に来るようになったんですよ。カホン俺が叩くってなったんですよ、その流れで。めちゃくちゃ上手くてカホンが、でじゃあ僕ギターで歌、お客さんがどんどんこう湧いてくるって感じで、それを見てた先輩方が3人でやったら面白いんじゃないかっていう、まあ当時 E.T. キングさんとか、あ、はいはいはい、あのブッチ君っていう人に言われたんですけど、誰が言ってんねんとは思いません。誰が言ってんねんちゃうやん。まあ誰が言ってんねんはちゃうか。結成前、ベリグを揺るがす危機が。モカが受けた意外なオーディションとは。三代目ケツメイシオーディションみたいな、はいはいはい、それに真剣に応募しだして。でもそれはベリーグッドマン結成する前に応募してたんですよ実は。で、あ、なるほど。それが1年後とかに、うん、あの時のみたいなのがファイナルなぜか残ってて、ごめんやけど行こうと思って。もう自分中心で世界が回ってるような。
感じだったのが、でもちょうどそういう感じが良かったのかなっていう新たな尖り方という感じですよね。岡は3代目ケツメイシへの思いを断ち切り、2013年にベリーグッドマンを結成。ベリーグッドマンの皆さんです。実はデビュー前、ボンバーイに出演していたんです。うわー、すげえ。めちゃくちゃ痩せてますね。めちゃくちゃ痩せてますね。別人じゃないですか。そのファンの方とか周りには、え、ベリーグッドマンの真ん中の人変わったのって。え、何何、頭にずっと下向いてる。あ、なんかニット帽かぶってる。あのライブ映像ってもうテレビで初披露ぐらいの感じの時だったんで、自分たちも気合入ってるし、入ってた、勢いのままにやってたのは覚えてますね。覚えてますね、うん。もう結構収録時間、もう終わりやのにまだカンペ2個ぐらいしか出てない。グラフとかも書いたけど出てないからね。あ、そうです。グラフ、あの人生グラフ出しましょうよ。そうですね。そうなんです。2016年3月にこのありがとう旅立ちの声でメジャーデビューされたんですよね、はい。まあ、そこでその結成から現在まで のアーティスト人生をちょっとグラフにしてもらいましたので、はい、あのちょっと見せてもらいましょう。はいはい。おお、すんごいですね。それがこちら。最初のピークは2016年。デビュー以外に嬉しい出来事が。モカの息子が誕生したんですよね、ここで。太郎くん、そう、子供が、はい、結婚してて5度目の結婚になるんですけど、5度目の結婚。1回目やで、僕が息子の名前つけたんですけど、マジで太郎っていう名前を。で、僕の家族にも伝えたら、いや、太郎はないわって言ってたんですよ、うん。で、生まれるまで僕はもう太郎で行くって言って、生まれた瞬間、僕の母親は太郎って言ってました。そう、太郎なんかいってめっちゃ気に入ってくれてた。最大のピークは2019年。夢だった大阪城ホールでのライブ、1万人を動員し、ベリグの歴史に刻まれました。しかし翌日、本当に抜け殻になって。抜け殻になったな。次の日何していいかもわからなくなって、なんか僕パチンコ行ったんですよ。いや、ほんまに1万人でライブやったら何やってんねんって言いましたけど、僕も協定行ってました。なんかね、あ、こっから俺人生どうなっていくやろと思いましたね。これがもうピークすぎてね、うん。でも今後はその次はここでやろうかみたいな、ありますね。僕たちのこう人生にピタッとハマるような会場なので、阪神甲子園球場をやりたいなっていう。むちゃくちゃになり腐ったこの人生も、次の目標は甲子園でライブ。今後も楽しみなベリーグッドマンはアルバム必ず何かの天才をリリース。誰もが天才だって言いたいようで言いたいわけじゃなくて、それぐらい皆さんが誰かにとって必要となる存在なんだっていう、一人一人が特別なんだという存在を何かでこう包み込めたらなっていうのは思ったんですよね。すみません、なんかちょっと久しぶりに酒飲んだエロ顔になってます。僕、エロ顔飲んだらエロ顔になるんですよ。もうちょっとだけエロ顔になってきて。